はい、エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、動植物園でケロロ軍曹に会えます。この間動画でアップしたんですけど、ケロロ軍曹のマンホール、そうです、あれも生誕20周年を記念してだったんですけど、動植物園でも今やっております。ケロロの原画イラストですね。あと他の作者がケロロ描いてて、それがバーって貼ってあって、アニメに出てきたそのいろんなキャラクターとか、まあ、ケロロたちもですね出ています、出ています、書いてありましたね。この間動植物園が全部動物が戻ってきましたよっていう日に合わせて始まりまして、14日までやってるそうです。この動画が上がった時にはもしかしたら終わってるかもしれないんですけど、行って損はなかったですよ。で、そのスタンプラリーのところに、そのスタンプが置いてあるところか、スタンプが置いてあるところに各ケロロ軍曹の仲間、要はケロロ小隊ですね、が1体ずつ置いてあるんですけど、なかなかかわいそうな目に遭っておりました。ということで動画スタート。始めようかな。6箇所かな。頼むのはどこだ、これか。さあ、そしたら次はギロロを探しましょう。動物園全体を回るんですね。なるほどね。ちなみにこれ全部取っちゃうと5オリジナルコースターがもらえるみたいっすよ。どうしよう。超汚くなった。次が何個目？四個目か。ドロー。よいしょ。されてるし、やっぱ赤だった。かわいいね。してきた。
6箇所中5つは押しましたね。さあ残るはあとケロっすね。ゴール地点の花の休憩所に着きました。こいつ誰だったっけ、名前忘れた。ケロロス。さあ中に入っていきましょう。こちらケロロ店ですね。これがやってて、今いろんなイラストや、これは缶バッジかな。あ、これてか全部これ売り物ですね。好きなサダオちゃんの歌が綺麗です。いろんなキャラクターいましたね。ちょっと覚えてないのも多いんですけど、お、すごい漫画原稿第1話ってありますよ。最初のケロロ違うんですよ、こんな顔なんですよ。これはぜひ来られてみた方がいいですね。すごい生原稿です。で、表紙ですね。あー、なるほど。じゃあ最後ケひどい、ケロロはひどい扱いが。さあケロロをしても決まり。さあスタンプも全部集めたのでオリジナルコースターをもらいに行きましょう。はい、じゃあ今これをもらってきました。いや、いいですね。で、やっぱり平日だからと思ってたんですけど全然人が多かったです。で、このケロロのやつ、これも結構な人がやってました。そんないないだろうなと思って回ってたら、場所によっては順番待ちするようなところもあったんで、なかなか時間かかりましたね。いやでもいいですね、ケロロ面白い、かわいい。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。